なんですよ。もうなんかこのオフの部分 YouTube で使われたりする。え？あ、ようテレビ見た。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくします。久しぶりですね、橋本さん。そう、ほんま久しぶりすぎて、こっち来たことないですもん、まだ。あ、そっか。スタジオの方。スタジオだけです。テレビで拝見してるばっかり。それ以来かもしれないですね。そうです。もう綾野さんの回とかぐらいです。もう舘ひろしさんとかあのスーツをやったな、はい。バイク乗ってたやつだ。そう、よく覚えてるね。やりました、やりました。すごいね。はい、すみません、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、コメント切りましたね。いや、言わないです、それ。物議を醸してる。え、なんで？見た目のこと。セクハラ。セクハラ。何も言えないじゃん。さっき田中さんがそれで、ちょっと。あ、そうなんですね。うん、さっきそう。あれ復帰したの？復帰？あれ休んでなかった？ああ、そうです、うん、そうなんですよ、ちょっと今年ほとんど働いてないんじゃない？ずっと休んでないから。いや、マジでそう、休みすぎてどうしようと思って。みちょぱどれくらいのペースじゃ休みあんの？月2回ぐらいは。月2？ もっと休まない。大変だ、みちょぱって。完全にみちょぱ、そうです。みちょぱすげえな。まあそっか、若いっていうのはあるけど、まあね、まだまだとは思うんだろうけど。はーい。あ、来た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 。どうも、こんばんは。どうぞ。どうも、ペッコリ屋15だ。広っ。すごい、こんなのもあるんだ。すごい。うわぁ、すごい。へぇ、意外なツーショットは。あ、こんにちは。組み合わせた。どうも、どうも。お邪魔します。お邪魔します。いや、すごい。こんな広いんだ。すげー。すごい。まだまだありますよ。いいっす、見てください、見てください。いいっすか。うん、本当に。すごい。じゃあもうついでに飲み物選んでもらって。すごい。海外が良かったら、はい、すごー。頑張ったな。誰が誰に。我々の家じゃないです。すごいな。あ、どうぞどうぞ。すいません、お邪魔します。お、広い。釣り帰りですか。釣り行ってきたおじさんみたいな。ちょっと今日しけちゃってさ。サザエだけど。お邪魔します。お邪魔します。すごいね。いや、すごい。初めての夜会ハウスに大興奮。そんな次回は、すごい尊敬する先輩っていう、兄貴みたいな感じ。星野源が兄貴分ズン飯尾と夜会ハウス初登場。青春時代を支えたナンバーワンラブソング発表会。二十歳ぐらいの時に出た曲で、この最後の一行がすごく好きなんです。歌詞の主人公だけじゃなくて、みんなが選ぶ青春曲とは。そしてあの名曲誕生秘話を告白。シャワー浴びてる時に歌ってたら、なんか新曲だったんですよ。ああ、そうですか。それくらい。さらに星野源プレゼンツ、お取り寄せ餃子ナンバーワン決定戦。教えていただけないかなと。おすすめ餃子。芸能人が絶賛する餃子が続々。前、大島優子ちゃんに教えてもらったミラノ餃子。ああ、いい。星野源が選ぶナンバーワン餃子とは。初めて食べた、こんなの。美味しい。うまい。前な、これだ。木曜夜10時。PR 動画をちょっと、ね、ちょっと回しておくんで。はい。どうしたらいい。どうしたらいい。どうしたらいい。あ、15秒ですよね。もう回しますね。15秒で収めた方がいい。収めた方がいい。ね、うん、元君。いやいや、もう本当お邪魔しちゃって。お邪魔しましたね。すごい服は餃子臭いですけども。餃子食べましたね。美味しかったですね。美味しかったね、元君ね。あとは飯尾さんのね、印税生活がかかってる。ちょっと企画がありますから。そうね。ぜひ見ていただきたいですね。もうすでに有吉のランチョンマットになっちゃってね。上にタレが置いてありましたけど。餃子のタレの下に何があるのか。本当にもうびっくりしましたもん。ああいうとこ正直でね。そうですね。信用できるなと思うんですけど。そういうところがいいですよね。あ、元君のその詩の。はいはい。あれびっくりしました。解釈、作り方。あ、自分の歌詞の話もちょっとしてますね。楽しい。いや、今度餃子だね。食べに行こう。あ、そこ餃子食べに行きたいですね。行きましょう。締め方が分からん。締まんないじゃん。締めてください。締めてください。あ、じゃあ、ミーポーメダルの収録は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。